こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。今日はですね、ローソンのあんことバターのフランスパンです。はい、これはですね、香りの良い、こだわりのフランスパンに粒感のあるあんこと濃厚で香り豊かなグラスフェッドバターをサンドしました。食べやすい小ぶりなタイプの商品ですって書いてますよ。グラスフェイトバターは牧草ですね。牧草を食べて育った牛のミルクで作ったバターということです。はい、これ食べてみるとですね、結構食感があります。まあ硬いということですね。これだからちょっと電子レンジでちょっと温めた方がちょっと美味しいのかもしれません。そのままでもまあ別に美味しいんですけども、うん、ちょっと温めた方が食べやすいのかなという気がしました。でもね、あまり温めるとバターが溶けちゃうんで、やっぱりね、ちょっとだけにした方がいいと思います、自分は。はい、カロリーはですね、281kcal あります。だからちょっと小粒ですよね。お値段は、税込みで150円になります。はい、なかなかね、美味しいですよ。だからおやつ程度でいいんじゃないですかね。はい、まあ、本当にね、噛めば噛むほどですね、本当に味が出てくるんですよ。うん、結構ね、やっぱフランスパンだけあって、結構食べ応えはありましたね。はい、一つ食べるのにちょっと時間かかりました。はい、ちょっとね、飲み物もね、一緒にね、食べた方が良かったかなっていう気はします。ちょっとね、なかなか、飲み込めないっていうのがありましたけども、うん、はい、さあ、これちょっとね、飲み込めない状態が続いてます。はい、最後の一口食べました。はい、ということで今日はこの辺で、またね、バイバイ。喵喵。